願いいたします。さあそれでは皆様、姫路名物お立ち寄りお立ち寄りを始めさせていただきます。さあお立ち寄りいいお立ち寄りお立ち寄りいいお立ち寄り、お城のある町姫路からやってきました。東京丸ビル広いなと寛平君がびっくりこっくらしておりまする。そのそばで白丸姫がまあおいしそうと、皆さん千葉さん楽しみにしてきておりまする。さあお立ち寄りいいお立ち寄りお立ち寄りいいお立ち寄り。さあこのプレミアム、正午の昼食のプレミアム、とっても楽しいイベントで、改めまして兵庫の名物名産物を見てつくづく兵庫っていいなと思いました。お立ち寄りいいお立ち寄り、それお立ち寄りいいお立ち寄り。さあこのお立ち寄り引き継ぎがなかなかできなくて、そろそろ私も苦しくなってまいりました。というところでおしまいでは、ございます。ご協力をありがとうございました。さあね、今そこで一生懸命ね、寛平君も頑張ってくれました。いよいよ寛平君のご紹介したいと思いますので、じゃあウィニーさん、じゃあちょっと寛平君の方ね、こちらの方へ持ってきてあげてください。では姫、ちょっとじゃあこちらの方へ。はい、よろしいでしょうか。はい、それではどうぞ。はい、はいはい、来年 NHK 大河ドラマ1月5日から放送されます軍師官兵衛なんですけれども、軍師官兵衛が放送されるにあたりまして、姫路市はこれを記念して黒田官兵衛キャラクター官兵衛くんを作っちゃいました。というところで上西さん、官兵衛くんが一生懸命頑張ってますので、テニスさんも一生懸命ドラマ館の方のご案内をお願いいたします。はい、姫路の黒田官兵衛大河ドラマ館は来年1月12日日曜日にオープンいたします。場所は姫路城の前にございます唐屋敷跡公園で、開館時間は朝9時から夕方5時までとなっております。そして10月1日より前売りチケットをチケットピアなど各種チケット取り扱い店で販売しております。はい、そして、なんと1月12日にオープンいたします姫路の黒田官兵衛大河ドラマ館と同時に、姫路城内にあります二の市渡り櫓では歴史館も同時オープンをします。というところで、上西さん、ドラマ館のチケットとその歴史館の共通チケットってございますか？はい、ドラマ館のチケットの方ですが、大人500円のところ前売り券ですと450円、そして子ども200円のところ180円になります。そして姫路城内にございます歴史館との共通チケットですと、大人700円のところ630円、そして子ども250円のところ220円となっております。当日券ですと混雑が予想されますので、ぜひ前売りチケットをお買い求めいただければと思います。そうですね、はい、皆様、大河ドラマ館と合わせて、姫路城内にございます二の市渡り櫓の歴史館の方にもどうぞ足を運んでください。それではここで官兵衛くん、皆さんと一緒に官兵衛くん体操をご披露されてはいかがですか？というところで、さあね、ウィニス・レイナさんも一緒に踊っていただきたいと思いますが、はい、会場にいらっしゃる皆さんもこの体操、実は3番までありまして、1番は首を動かします、2番は腕を動かします、3番は足を動かします。前の筋肉よりも後ろの筋肉を動かす体操となっておりますので、どうぞ皆様、小さなお子様からシニアまでできる体操となっています。サンバのリズムに合わせて皆さんも楽しく、ね、兵庫食堂プレミアムのイベントを盛り上げていきたいと思いますので、どうぞ今週よろしくお願いいたします。では官兵衛くん体操、音楽スタート。ハリマのヒーロー黒田官兵衛。
は返しをしてください。さあ今度は右手でシャッと、さあ決めポーズいきます。さあ胸に手をやって、左腕を上げて、さあ右手、そうです、はい、今度は右手を、はい、腕を振り、はい、今度はもう一つの手を振り、はい、今度はハートを振ります。はい、お椀の形してください。はい、左手を横に大きく、そうです、はい、もう一度、はい、お願いをしてください。はい、今度は学んで素晴らしい、そして遊んでワクワク、兵庫県へどうぞお越しください。そしてまた、兵庫県姫路市、来年は黒田官兵衛で盛り上がります。ですから皆さんどうぞ姫路の方へ遊びに来てください。どうもありがとうございました。岸田さん、どうもありがとうございました。姫路市の皆さんに PR をしていただきましたが、白浜丸姫、そして官兵衛とお城の女王ね、皆さんにもお越しいただきました。先ほどお話もございましたが、 NHK 大河ドラマ来年は軍師官兵衛ということで、こちらの方もぜひね注目していただきたいですよね。